蛭間選手のヒーローインタビューがすごく私印象に残ってて、はい、その絆に感動したんですけれども、はい、まあ本当にチャンスで何回も凡打してしまって、でまあ今日は高校の同級生の雄太郎が投げてて、まあなんとか勝ちをつけてあげたいなと思ったんですけど、まあ自分がチャンスで潰して、まあ雄太郎に苦しいピッチングをさせてしまったんで、まあでもなんとか雄太郎の負けを消すことができてよかったです。なんかすごい胸打たれるものがありましたよ、もちろん、はい、うんうん、高校時代をなんかすごい思い出しました、うんうん、はい、そこから蛭間選手となんか連絡取りました？あ、連絡して LINE もしてて、はい、どういうやり取りを？ありがとうみたいな言ってくれてありがとうみたいな、そうそうですね、はい、ありがとうっつって、うんうん、また頑張ろうっつって話して、うん、2人で、はい、いいですね、チーム勝たせようっつって、うんうん、はい、2人で話してました。